はいさい、本日は読谷に来ています。今日はすっかりお空も青空でいい具合に晴れてくれています。ただね、いつもみたいに風があるんで若干風の音が気になる感じです。で、ここはホテル日光有ビラの場所なんで2大ビーチがありますが、やっぱり例の感染症拡大防止のために休業ですね。ということはホテルもおそらく休館になってるんじゃないでしょうか。でも見てください、この青い景色最高ですよね。ホテルが空いてたんだったらまた中に入っていつもみたいにお散歩したかったんですが、臨時休館なので諦めます。今日は干潮ですね。もうちょっと引くのかな、正確な時間とかわかんないんですが、いつもよりは潮が引いている気がします。砂浜まで降りたいですね。残念です。景色最高ですね。ここも東シナ海で沖縄の西側の海なんで、まあ基本的に遠浅の海が多いんで、ここもそんな感じで干潮になると岩盤が出てくる海ですね。ニライビーチが閉まってるということなんで、急遽名前あるのかなちょっと分かんないですけれど、ここにも小さな砂浜ビーチがあるんで、そちらに行ってみたいと思います。今日は梅雨なのに晴れてるんで、あ、声が聞こえますね。自転車できたのかな。おお、いいですね、この海が見える感じ。あ、泳いでる人もいますね。あ、結構いますね。シーカヤック、カヤックかな、なんかな、ヨット、ヨットじゃない、ボートに乗っている人もいますね。よいしょ。青い海が最高ですよね。せっかくなんで少し足だけでも海に浸かりたいと思います。ちょっと
気温は25、6度ぐらいあると思うんで、あ、気持ちいいです。なんかあるのしか分からないですが、冷たくて気持ちいいですね。本来なら日光アリビラのホテルやミライビーチまで行きたかったんですが、臨時休業ということで、まあ、急遽小さなビーチに来てしまったんですが、この青い景色が見れてよかったです。では今日はこの辺で。またね、バイバイ。